新しく買ったスマホワイヤレスの充電器です。3代目です。2代目に買ったものはタッチセンサーの反応が鈍かったのと使い勝手が悪かったので返金していただきました。さて、新しいホルダーはここですね。ちょっとここが広くなってるので手帳型やちょっと分厚いスマホケースでもホールドしてくれそうです。ではエンジンかけます。おしゃべりしますよ。ケースがこんな感じで分厚さこんなんで iPhone XS Max です。これをちょっと大きいんですよね。取り付けます。ホールドしました。充電開始です。しっかりとホールドしてくれています。そしてもう1台、一番最初に買ったスマホホルダーですが、ここにドリンクホルダーですね。ドリンクホルダーとスマホ、これは線で有線で充電するタイプですが、もう1点はこちらになります。タッチセンサーです。開きます。で、左側のボタンで閉じるようになってます。右側やね右側のボタンで閉じます。これで充電可能です。そして、スマホメインのこれですね。エンジン切ります。エンジンを切って、あ、取り外しができないってなるかなと思うんですが、ここに、ボタンがついてます。はい、あ、開きましたね。これで取り忘れ防止でスマホを取り出すことができました。ちょっとお高い目でしたが、なかなかいいホルダー買いました。これはおすすめかな。3代目にしてやっといいものを買いました。えらい。